えー、こんにちは今日は「つれずれ草を読むの」の180回目になります、えー、古く言い方を変えますと「180回」というふうなね言い方をするんですね、えー8。180回という言い方よりも潔い感じがしますね180回そして今日取り上げますのは第180弾「80回」。 10段,の段がつく場合には第180段と読むでこれでもこのシリーズでですね私毎回あの段数をどう読むか古文ですからねそ,のそういう段数の数え方っておそらくうんひらがなの読みではなかなか残ってないようなんで結構苦労をするわけですけどもね。というわけで今回は短いです。 えー、2行足らずですねでこ,れあのこれも実は前回もそうですけどちょっとあの心覚えといいますかねちょっと耳にしたことを健行さんが書き留めておくというそういうものがこの243段全部の中にはちょこちょこっと入ってるんですね。 だからこれ読むとああの当時の事実関係が分かりますねどんなことをやっていたかというね歴史的な、えー、行事ですとか今日もこれもね行事の話です。でそれが分かるというのは一つなんですけどももう一段ちょっと上の。 うん、中小レベルと言いますかねその事態をちょっと距離を離し,離してみると何で健康さんこんなこと書いたのかなどういう関心かなというねその時の思いみたいなものが伝わってくるわけです。ですから「つれずれ草」っていうのはただの事実を読むだけでなく健康さんという人がどんな事柄に関心を持ってねどこを 面白がっているのかというそういうのがねちらりとわかるのが面白いんですねでお断りをしておきますがこのシリーズはこの内容の解説ではありません私が声に出して読んでみるための準備作業をお話ししてそして最後にはこれを通して読み上げるというねそういうシリーズなんです えー、ですから、えー、この上の上に私の頭の上にある、うん、西田実さん編集の校庭校中かな岩波普通の文庫の、うん、よりもはるかに大きいそういう大きさであの活字が組んでありましてそのテキストをお借りして、えー、このようにあの画,像表画像で表示して私が赤ペンを入れていくわけですけどね。 この,このテキストには実は現代文の解釈は載ってないんですよでこれ私が実は好きなところで現代文の解釈っていうのはもうその個人の解釈に入りますからね原文とはだいぶ違ってくる。でその文章の中にもう現代訳した人の解釈が入ってるんで私はで,、まあ、できる限り原文そのものから 読み取りたいということで原文をそのまま読むということをずっと続けてきているわけです。そこでですねまあもう話始まってますけども「何を喋ってるんだこれは」という方はこの画像の下に何分何分秒という数字を入れておきますそれは最後に私がまとめとして読み上げるところの位置を時間的位置を示しております。 ですから面倒くさい人はそこへ飛んでくださると、えー、読みだけ聞くことができますただ、えー、そこから振り返ってねどんな経過でこうなったのかっていうのは私の話の中で展開されるわけですので、まあ、お付き合いくださる方がいればありがたいと思っています。ですく最低限ですね、えー、深い内容に入らなくても 事実関係の歴史的な詮索をするよりはあの文学として読むとまあ書かれたそのこれが事実なんであるかということよりもそういうものをやや、えー、距離をとって眺めると面白さっていいますかね、えー、人間の面白さあるいは人と人の関係さらに、えー、健康さんの 関心の持ちようが見えてくるかと思いますというところで手をつけていきましょう第180弾ですね詐欺帳詐欺帳ですこれもねあの単語を読むとき詐欺地用はとかね詐欺帳はちょっとしつこくやると私の読み方というのは二音三音で 分節の中を2音3音に分担するっていう考えです。これはね矢は小さいんですね。だから詐欺帳はってんで、これがね。2。音でこっちが3音なんですよ。今わざと目立たないように黒で書きましたけど。詐欺帳。詐欺帳っていうのがね。何かこれ行事の名前なんです。 で詐欺長という行事は」という後になると分かるんですけどもねうん何なんだろうそうするとヒントになるのがここに「えー、無月に打ちたる義長」っていうのね詐欺長と議長が合ってますよね。偽帳の前に差がつくんですよだけども読み方は「左議長」とは読まない。 詐欺調和というもの最初は何だか分かんなかったんです予習する <laughs> ときはで後になると行事か何か行事があるなっていうのは分かるんですけどね「無、え、月、ー、に打ちたる議長をですねこの議長が「まり杖」って書いてあります正月に何か正月の遊びとしてねマリを杖で 打つんですねまあ今風に言ったらホッケーみたいなもんですかね。あのもちろんあの当時蹴鞠というのはあるけど蹴鞠とは違ってこれはあの棒で何か送るとかたたい,いて、えー、やり取りをするんだかなんかそんなような、えー、遊びらしいんですけどね。で次に出てくるのは「詐欺調和 むつきに打ちたる議長をこの杖を「号より神前縁」神前円です神前円っていうのは「縁」じゃなくて「縁」ってか深い音ですね「あのえ」えの字です。和行に書かれ「和行えを」で書かれてるかな「神前縁へいして」。 だから議長というこのまりを打つのに使った棒をね「真言院」というところからこれは、まあ、あの一種お寺と言っていいと思うんだけどもそれを「真前園」というのは、まあ、あの庭といいますかね「院」というのは家の中ですね。「真言院より真前園へいだして焼きあぐるなり」と。焼き上ぐる ことなんですよことを「詐欺長」と呼んでいる。さあ何ですか「詐欺長」つまり杖を「偽長」する「詐欺長」とあの解説にはですね「どんど焼きじゃないか」って言ってましたねお正月に使ったものを火にくべて、うん、あ火にくべて作って まあなんか一つの神,神に何か、えー、預けるというそういうふうな意味があるんでしょうかな。でここに出てくるのが「のの池にこそ北条の池ににここそそと生やすすんですお囃子」ってありますけど「やすっていうのは声を出して何か歌うことらしいんですね。 でこれは「北条樹の池にこそ」っていうのはこれはね「法」っていうのはあのまあ宗教的な悟りとか何かお経をあげて何かが成就した願いが叶ったっていうふうなねそういう池なんだそうです。 でこれはあのずか2行の解説にねいっぱいいっぱいその歴史実みたいなものが書いてあってそれを追いかけてったら大変なので私は深入りをせずに、うん、まあ読み取れるところは、えー、詐欺帳はこうなりなりとありますね。この々は えー、健子さんの断定こうなんだこうなんだと、ねえー、これは多分健子さんが知ったんでしょうね「えー、詐欺長」っていうのこう,んだこういうもんだよって言ったああそうか」「ああそうか詐欺長」っていうのはそういうものかっていうのを聞いてでついでに言うと「北条氏の池にこそ北条氏の池にこそ」こそと「はやす」っていうのはね歌うように歌うというようなこと書いてあったけども。 それもこの上のテキストの解説であってねなかなかこれはもうさまざまな解釈を許すだろうなと思います新新ですすごめんななさい濁ってますね前の池を言うなりだから逆に言うとあのこういうことを健康さんが書いたっていうことはそれを知りたかったんですね。 しろうとして考えてその結果分かったからここに書いたんですよ。詐欺帳ってなんだろうなと思ったんでしょう。また北条氏の池池にこそっとみんな言うけどそれは何だろうなと。どこの池だろうなだね。北条氏の池にこそと言って何か焼くときに言うんだかどうだかほとんどわかりません。そうそういうことは何やってるか。ただ詐欺帳という言葉と。 北条樹の池にこそという池はどこかそれは新前園の池なんだなというのを健子さんが知って嬉しかったんでしょうね。それでこういうものを書いたというふうにね思いますね。まあ短くて簡単ですけども読んでみましょう。第180弾詐欺は 無月に打ちたる義長を「信厳院より心善園へ出して焼きあぐるなり」「北条樹の池にこそと生やすは心善園の池を言うなり」という簡単なものですがうん。 知ることの嬉しさ逆に言うと健康さんというのはそれだけいろいろなものに関心を持っていて知ったことを短くちょっと書き残したいというねその考えの好奇心っていうんですかねそれがあ健行さんってこういうものを残したんだっていうねそれがなんかちょっと嬉しくなるようなうん。 うん、ユーモアを感じるような気がするんですがね私はね。というところで終わりにいたします。どううもありがとうございました